はい、どうもー。はい、楽しいご飯の時間ですよ、今日で、ね、こちらでございます。どうですか、どうですか。はい、分厚いハムステーキ3枚、チーズインハンバーグだったと思うやつ、これ多分チーズインハンバーグだったと思うやつで、こう目玉焼きとトマトです。食べながらこうね、ちょっと説明したりしますよ。あー、かゆいよ。いただきます。はい、その前に本日こちら、恵比寿プレミアムエール、濃密な香り、コク、その余韻、その余韻。乾杯、乾杯、乾杯。いただきます。ああ、ああ、その余韻、その余韻。ああ、欲しいね。いただきます。あれ、今こうやって見せました、こうやってやった、ちゃんとこうやってやった、こうやって、まあいいや。さあ、いただきましょうか。トマトからいきますんで、もう残り少ないんで、前田先生お願いします。あーだっす、アイス、アイス、アイス。最後まで綺麗に、最後まで綺麗に美味しくいただきますよ、僕は。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、行きましょう。これ好きなんだ、この薬飲んだんだよ。さあ、はい、うん、はい、合いそうです。うん、ああ、これはでもね、ほんとぜひ見ていただきたい。これほんと美味しいのよ。危ないの、これでかいんだから、ほらほら、これ僕の指と比べてみてください。太い、すいません、比べるすいません、比べる相手を間違えました、ごめんなさい。分かりづらいね。ああ、箸とでわかるか。箸とでね。ああ、こう、うん。うん。この油のとこ。キャベツともち麦ご、もち麦ご飯、なあ、もちきびご飯、キャベツ、この人がもちきびご飯、うん、あ、このハムの
エキス菓子、あ、ほら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 、ほら、こうやってキャベツにもご飯にもこうやって、うわ、ほんと早くない、美味しいな、これ。もちろん納豆キャベツも合いますけど、このキャベツとご飯中の合うな、キャベツとご飯中のは本当合うな。このまた炊きたてのもちきびご飯が美味しいのよ。うん、これ、1000円ぐらいしますからね。1000円、もう高級品ですよ、僕にとっては。3枚でね、3枚で。さっきこれぐるぐる回して食べることになったからな。この油の、あーでもな、これと一緒に食べるから美味しいってのもあるんですよね。それはそれはそうではあるんだけど、君言われない、それはそうではあるんだけど、いや、どうしましょうか。いや、それでいいんだ、これでいいんだよ。こっちの方はキャベツとあれでね、こっちの方はキャベツとあれで いきましょう、これ、うん、そうそう、そう、大変だこれ、具が多すぎて。具が多すぎて米キャベツが食べれないから、うん、ハム、ウインナー好きだな。キャベツが、ああ、キャベツが、キャベツが、ああ、ああ、キャベツが、ああ、キャベツ、ああ、キャベツ、キャベツが、ああ。飛んでないよね、なんも。ちょっと危ないな、危険だな。美味しい、この油のとこ本当に美味しい。でもやっぱ切る、切って食べるもんなんですよ、これね。
またはナイフかフォーク、ナイフとフォークだ、ナイフかフォークじゃない、うんうん、切って焼くかナイフとフォークで食べるか、そういう食べ物なんですよ本来は。ちょっと気味悪前にハンバーグ行こう。ハンバーグ、あー、そうでした。やっぱりとろーり、うん、あー美味しいね。大気にちょっとおかしいね今日。あれ、なんかいつの間にこんな音した、いつの間に音した。逃げないようにして、はい、君行きます。はい、お願いします。あーです。いいね、トロトロで、トロトロで、本当にありがとう、本当に本当にありがとう。やっぱり君ってすごい、やっぱり君、やっぱり卵ってすごい、すごいよ、おいしい、おいしいよ。今日は全く逃がしてないよ。ほら。うん、今日も、今日も全く逃がしてないよ。もう最後の一枚、さっきと同じように行こうか。ん、 こっちかこっちだったか、こっちだね。あ、いいね油、あーいいね、くるくる回してやるのはあれだからね。皿がくるくる回ってるね。お皿がくるくる回ってますね。これ本当に、あれ、これ本当にそれ、これっていうのは、これっていうのは本当にあれですか。まあそうでしょうね、本当にそうなんでしょうね。
そりゃそうだと思いますよ本当にそれだと思う。向きも動かなくなってきたわ。まあいいか。元々は美味しくしようっつうのが先じゃなくて保存しようっつうのが先だったんでしょう、きっと。こういうのはね、うまくいきましたね。素晴らしくうまくいったね。保存もだけど、もう美味しいからっつってこれを、ね、こうやって買ってきて食べるわけですから。普通の豚肉買ってきて食べれるのに、そっちの方だって買えるのに、もちろんそっちの方が量多いかもしんない、1000円分のね、あれだって。そんなのわざわざこれ選んできて買ってきて食べるわけですから。うん、ああ、一番美味しいわやっぱり。自分だけのひとときに味わいたい濃密な香り、コク、余韻が広がる恵比寿のビール。厚切りハムステーキ3枚、
チーズインハンバーグ1つ、目玉焼き1つ、トマト、キャベツ、もちきびのご飯、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。